カフェって。これなんだろう。パワーってあるとか、まあバンパー、バンパーももうどこまで買ってるかわからんな、これ。もう、まあタイヤもモノキシローダウンして引っ張りたい。まるでドリシャのようなバスだもんね。かっこいい。やっぱタイヤもこんだけ引っ張るとね、素晴らしい。サイドステップもこれすごい幅広いの変わってあるな、うん、全体的に、うん、まあこの内装はまずレカロから、ステアリングもこれ D シェイプハンドル、うん、このコペンの文字ホワイトメーター、まあ、シフトノブからサイドブレーキの、まあなんかちょっとこれももか、もも製、まあこれもいい具合に引っ張って面きてるね、すごいな、もうこの角度から見るともう最高だね、すごいよこれ。マフラーテールランプ独特だね、結構キャンバーもついてるな、これ。キャンバーもそこそこついてあるな。これも、なかなかキャンバーまでつけてるのあんまり見んもんな。キャンバーつけてやっぱりこの引っ張りたいよね。すごいね。これはモーターショーのカスタムいけるよ。これは。白の。うん、シートはレカか。シートベルトもこういう色のやつあるのかな。まあ多分オプションなんだろうな、こういう色に変えるのもな。確かランボルギーニもあったら、これ色が変えるとちょっと何十万も変わるとかね。で、何だろう。オーディオもなんかちょっとこう変わってるね。オーディオもなんかちょっと特殊なやつに変わってる。かっこいい。うん、コペン、コペン、カスタム、カスタムファクトリー、MRF、MR、MR、ここに、これで、コペンでした。